ぶっちゃけ、ちょっと大谷さんのことが。はい。隠しカメラ。まだ真面目に言ってたらダメだろ、お前。最後、好きです。好きです。俺、音声聞いてるんだよ。お前、絶対諦めるなよ。絶対バレるなよ、お前。お前、バレたら本当もう首にするんだよ、お前。やべえ。お姉ちゃん、はい、もうみんな意見おるから、あ、はい、行きます。まあぼちぼち行こうかなと思うけど、まだずっとおる？あ、今日はちょっといますね。あのね、ちょっと今一軒寄ってからで5時ぐらいになるかもしれん。あ、わかりました。はい、何、誰かおる？他に海君とかおるんじゃん？今いないですね、誰も。あ、誰もいないか。はい、はい、お願いします。失礼します。隠しカメラをどうするかだな。うん、隠しカメラ。音声だけで行きます。音声だけで。なぜだって今いや、さっきから情緒不安定なさ、一緒に来たら、一緒に来たら、まあ失敗じゃん、お前。ただ時間の無駄だろ。もうだよ、もうちょっと振り切ります。うん、頭のネジを外して。頭のおかしいファンの振り切り。いや、そうっすよ。パシパシ鍵って言うか、僕あんたり大好きです。修学式です。あなたに会いたくてこの歌詞だけ来たよね。ちょっと外国人やけないよ、それ。振り切るだろ、お前。いや、まーってなるやつ。面白くないじゃん。なんか、はい、なんそれ。もっと吐きそうになってきた。あなたが宿泊しゅうって書いてないじゃん。本当の中国人だ。練習して練習して。ちょっと俺がお姉ちゃん。あ、こんにちは。デデさんですか。はい、こんにちは。どうされました。あ、まあ日本語わからない。日本語わからないですか。あ、ちょっとわかる。どんなご用事ですか。あ、働きたい。よく分かっとるから、お前。やばい。やばい。最初も本当に真面目な感じか。はい。はい。ありがとうございましたか。はい。今、多分、いや、本社の方に電話します。私、緑店で働きたいですよ。もうとにかくわけわかんないこと言うしかないよな。いや、緑店で働きたいんですよ。いや、本社に電話してくれたら。いや、僕はもう本社じゃ嫌なんですよ。緑店、はい、リリちゃんがおるところで働きたいですよ。はい。なんて言ってくるかによって、もうちょっとずれた感じで言ってくしかないよな。もう頑張ってみよう。うん、みんなが通る登竜門や、ここは。どうなんだろう。俺、見とれんもんな、近くで。電話つなげるか。そうっすね。電話つなげたやつとボイス。その、うん、行くのは働きたいみたいな感じでの方はバレへんのちゃう、うん、いきなりファンですよ。だから怖いろ、うん、働きたくて聞きました。リリーちゃんと一緒に働きたい。本社ダメー、うん、手本見せようか、うん、あ、ちょっとやってみたいよ。あ、こんにちは。はい、こんにちは。あ、リリンちゃん、うわ、動画と一緒。うわ、リリンちゃんと一緒に働きたい。うわ、YouTube 向いてないわ。開幕それで行ったらやばくないですか。やばくないの。いかちですよね。まだコメントが荒れるんだって。お前、本当に常習だもんな、荒れても。今日も朝来たけど。マジ、なんか。安いやったら登録解除しますわ。安いダメ。ミオロス。ミオロス発揮とか。あ、聞こえますか？聞こえますか？聞こえないです。え？聞こえない？どっか置けたらいいな。携帯を。テレビを。撮ってるってバレやんようにね。いってらっしゃいませ。はっ
出ら緊張し、出ら、出ら気持ち悪いやつ演じろよ、お前。最後、好きです、好きです。俺、音声聞いてるんだよ。お前、絶対諦めるなよ。ホワイトボードとかなんかって、なんかどっか置けたらいいけどな。なんか、すいません、とか言って。ちょっと走ってきたんで、お水かなんかいただいていいですかとか言って、向こう行った隙にな。あ、持ってたな。近いな、もう着くな。もう絶対バレるなよ、お前。お前バレたら本当にもう首するでな、お前。これ首がいい。バレるなよ。そんな、爪痕残さずに、まあ別にもう恥ずかしいからって、まあ、バレたった方が楽だ、みたいな感じの乗り出したら、お前許さんぞ。あ狙い見えるやん。でも仕事しずにこんなことばっかやったり。ちょ、とりあえず顔見せて。水口顔見せろ。いけるか、いけそうか。お前、そのままあんたバレるぞ、お前。バレるぞ、お前。さあ、行きます。すっごい行きました。いた。もうちょっとです。応募できたんで難しいか。顔がもう少し見えそうだ。話聞いてもらいたいなと思って。もうちょっと上向けたら顔が見えそうだぞ。もうちょい上、もうちょい上。あ、見えてる。もうちょい上。おー、いい感じ。バレとんな、これ多分。笑っとんな。え？バレとんすか？いや、なんか笑っとったよ。違うかな。バレてないかな。すいません。お、トイレに避難した？喋らんでいいぞ、喋らんでいいぞ、喋ったらバレるで。頑張れよ、バレてなさそうだな。なんで？なんで？なんでもいいや、もう行け。流してない。今だ、携帯隠せ、携帯。仕込め。携帯どこか仕込め。もうちょっと下だな。下向けねえんか。もうちょっと下向けねえんか。おー、いい感じ。おー、いい感じ。あ、下向き。あれ下向きすぎ。おー、いい感じ。はい。え、今日決めてもらえないの？今日決めてもらえない。真面目に対応しようか。あ、落ちた。あ、こんにちは。はい。誰か入ってきた。職人以外も募集しないんですかね、今。職人がいて。はい。電話したのに電話してんのがやつ。もう一個ではない。もう一個。店の番号が。その携帯やったら登録してますかね。これと僕緑線で働けないのかな。あ、それでちょっと一回本社の方でちょっと適用するのか決めて、はい、でそっからどこの店舗になるかって多分決まる感じ。緑線で働きたいって希望が出て、緑線のエリアがいいかなと。すぐですか。あ、そうなんですね。あ、ちょっとすぐで。私の方ではちょっとそれ、はいはい、ちょっと話だけ聞いてもらえないですかね。あ、はい。あ、はい。あ、すいません、ありがとうございます。はい、走ってきて。なんか携帯なっちゃう。あ、やばい。え？申し訳ないです。俺さ、ちょ、バレるなよ。大谷ちゃんにバレたから、大谷ちゃんにバレたからよ。外出て。すいません。なんでことに住んでてんの？大谷さんに代わってって聞こえたんや。
大谷さんに変わってって聞こえたんや、多分。ああ、多分大谷さんにバレたかんでって言ったのに、大谷さんに変わってって聞こえたんですよ、多分今。いなくなりました、こっち。来た来た来た。ようわからん状況になってもらったんです。え、わからんす。なんかやってるんですか。落ちてきた。落ちてきた、落ちて。お前もっと攻めんかい。好きです。いえ。会社の人どうしても見てるんで、僕働きたくて YouTube 見てて、そうなんですよ。ありがとうございます。 YouTube バレてんかな、携帯バレてんなさそうっすよ、なんかそのちょっと意外と天然なとこあるんで、いけるかもしれません。ぶっちゃけ、ちょっと大谷さんのことがはいもっと変態チックに言えよ、お前。それで真面目に言ってダメだろ、お前。変態チキン好きでしょ、って。僕も変わらなかった。吹いてる吹いてる、どうか分からん、バレてるか分からん。あ、バレてる、指さす。え、出てるさすが。長さん、バレてるんすか、バレてんのこれ。え、全然関係ないですね。バレた、バレた、ダメだ、バレた。バレた、やだった。どうしっか、行きますか。出せ。えい、なんでお互い変わるんだって。変わったって言いますね。バレよ、バレよ、言ったよ。やっぱりそこや。やっぱり聞き間違ったやと思ったんです。なんか求人に来て、はい、ギャルがちゃんと好き好きとか。どうする？わかった、わかった。入ってきた瞬間わかりました。入ってきた瞬間わかる。なんでなんで？いや、あの、お会いしたのは初めてなんですけど、なんか LINE でグループ LINE になんか追加されたなって。ちなみにこっちがめちゃくちゃ好きは嘘だって。いやいや、ちなみに会社もうまくいってん。文句。会社もうまくいってん。うまくいってん。うまくいってん、半年ぐらい。そうですよ、そのくらいです。おー、はい、おー。そうですね。幸せそうやー。たくさんだ。そこバレた。あ、もう分かった。入ってきてしまう。入ってきてしまう。分かって。めっちゃ笑ってましたもん。そう。あー、なんか新しいしちゃって。めっちゃ怪しいし。え、なんでバレてんのに対応してくれたんですか。いや、なんか。乗ってくれた。乗ろうと思ったんですけど、もう笑いに来て。携帯もこうやって来て。それも怪しいなって思って、これ絶対乗ってくれた。乗れないよ、お前、たくさん。写真な。ああ、これはきついな。これはきついな、バレとるか。これはバレるな。いや、でももしかしてとは思ったんですよ。え、違いますって言ったんで、うん、新しい人ですかって聞いても、うん、違いますって言ったんで、いや、もしかしたらそうだと思ったんですけど。あ、もしかしたら違うから、本当に求人かなって。でも思ったんですけど、なんかでもやっぱりもう顔が一緒すぎて、その LINE カメラここに置いてはい、二階道場第1回、はい、水口ドッキリ失敗に終わりましたので、もうちょっと入社して、まず今三角も三角はい、首が首に一口傷が入りましたので一歩近づきましたので、皆さんまたこいつにチャンスをください。もしよければ、はい、いいね、チャンネル登録よろしくお願いします。せーの。